モントリオール大都市圏交通局は、カナダケベック州モントリオールを中心とした、地域都市間公共交通機関。略称は RTM。ブランド名は EXO。サンジェローム線の車両バスモントリオール大都市圏交通局によって、モントリオール市内と市外を結ぶ鉄道、バスが運行されている。1995年12月に、モントリオール大都市圏の自治体の交通機関を 統括するものとして AMT が設立された。1996年にはそれまでストカムが運行していた通勤鉄道路線を譲り受けて急行バス路線とともに運行開始した。モントリオール市中心部からモントリオール島郊外やジェス島にあるラバール、サンジェロームなどのローレンティット地域、ロンゲールなどのモンテレジー地域などへ向かう交通機関となっている。 ケベック州により、アームが設立されたことを受けて、2017年6月1日に、AMT から RTM に組織が改変され、2018年5月に、エクソというブランド名で運行されている。モントリオール中央駅から3路線、ルシアン・ラリエール駅から3路線の、計6路線からなる、通勤列車で、かつては、カナディアン・ナショナル鉄道と、カナダ・太平洋鉄道が運行していたが、 1980年代に2路線を除いて運行が停止されたが、1996年の AMT の設立に伴って各路線で運行が徐々に復活。2014年には新路線が開通した。ルモンターニュ線全線とマスク主線の併用区間のみが電化されており、ルモンターニュ線は終日ほぼ毎時一本の頻度で運行されている。その他は非電化であり、 平日は左右ラッシュ時を中心とした運行で、本数も少ない。路線は、カナディアンナショナル鉄道と、カナダ太平洋鉄道、そしてケベック、ガティノー鉄道が管理する線路を運行しているが、一部、線路は RTM の専用となっている。ル・モンターニュ線、モンサン・イレール線、マスク主線は、ビア鉄道やアムトラックが発着する、モントリオール中央駅から発着する。サンジェローム線、 ボードルイユ・ハドソン線、カディアク線は、かつての CP 鉄道ターミナル駅であったウィンザー駅が廃止され、隣接地に作られたルシアン・ラリエール駅から発着するが、サンジェローム線は一部列車がパルク駅の発着となる。ルモンターニュ線は、日中でも1時間間隔と、最も本数が多く、ついでボードルイユ・ハドソン線の本数が、比較的多いが、その他の路線は、 朝夕ラッシュ時が中心であり、休日は運休となる路線が多い。モントリオール中央駅、ルシアン・ラリエール駅、バンドーム駅、パルク駅、ドゥラコンコールド駅、ソベ駅では地下鉄と接続、モントリオール中央駅とサンランベール駅では、ビア鉄道とアムトラックと接続、ドルバル駅、ソベ駅、アンジュー駅では、ビア鉄道と接続している。 ボードルイユ・ハドソン線は一部列車が通過する駅を示す、パルク駅駅,駅舎、ドゥラ・コンコルド駅に停車する2階建て車両サンジェローム線、ロングユュ、サンウベール駅サンバジルル・グラン駅で化されたドゥ、モンターニュ線、モンサイン・イレール線、カディアク線、マスク主線ドゥ、モンターニュ線2020、ビジョン計画ではさらに以下の6路線の構想が発表された。二千十六年四月には、REM プロジェクトが発表され、 2018年に建設開始され、開通する2021年には既存のドゥ・モンターニュ、線区間が REM の路線に置き換わる。プッシュプル方式で運行されており、ドゥ・モンターニュ線には、ボンバルディアトランスポーテーション社の電車の MR-90 が投入され、電化区間と非電化区間の両方を走るマスク種、専用にボンバルディアの電化。 ディーゼル量対応のデュアルモード車の a l 四4 5 t p が投入されているほか、エレクトロモーティブディーゼルの F59PH と k 5 9ァイが投入されている。客車は、ボンバルディアのボンバルディアマルティレビルコーチとボンバルディア、ビレビルコーチが投入されており、2階建て車両が中心となっている。2020年には、中国駐車登山機動客車の車両が導入される予定である。 急行バスは以下の2路線運行されているが、運営は RTL と STM が行っている。ありがとうございます。